乃木坂46の柿春香が、27日放送のラジオ番組、スクールオブロック、東京 FM、毎週木曜23時5分の番組内コーナー、乃木坂ロックスに出演。料理があまり得意ではない理由を明かした、柿春香、乃木坂工事中で見せた大雑把料理の理由とは、テレビ東京系、乃木坂工事中、毎週土曜夜12時の企画で料理対決を行い、春巻きとグラタンを作った際、日頃しっかり者の姿からは想像のつかない大雑把な料理姿を見せてしまった柿。その際のことについてリスナーからお便りをもらった柿は、春巻きとグラタンってやっぱり難しかった。でも、最後にグラタンを食べたのはいつだろうっていうぐらい食べていなかったので、考えながら作りました。と自分でも笑ってしまいつつ、考えに考えて作った結果だったと振り返った。私はまあでも、確かに知らない間に、こう、17歳の時に上京してきたんですけど、しっかり、今日から上京します、みたいな状況じゃなくて、あ、忙しい、どうしよう、どうしよう変える暇がない、上京するか。っていうので、それなりに来て、それなりに生きてきたので、なんかこう自分で自炊するっていう意識がなかったですね、とバタバタと上京することになった乃木坂46加入初期を解雇。その忙しさゆえ、何を食べているんだろうなって思うぐらい普段、料理しない状況となり、結果対決では大雑把料理になってしまったと理由も口にした。柿春香。弓木直樹早川正規の手料理を絶賛。4期生はあまりメンバーの手料理を食べるっていう機会はないけど、乃木坂工事中にも出ていた弓木直樹ちゃんと、早川正規ちゃんは、めちゃめちゃ料理上手です。と、乃木坂工事中で見事な料理の腕を見せた弓木や、早川を絶賛した夏季。バル、早川は家で、冷蔵庫の中にある食材で、これとこれとこれで作っていくけど、こんなのでいい、って言って、パッて作ってくれるほどの料理上手だそうで、シェノベーゼ味のサラダみたいな料理を作ってくれて、おしゃれーって思いながら食べて、と、作ってくれる料理もレストランのようなものなのだとか、私もいつか作れたらいいなって思うので、二人に教えてもらおうと思います、と、弓の木や早川に教わりながら、これからは料理も覚えていきたいと意気込みを語っていた。